は柏崎大地、小学6年生だ。今日は友達に誘われて中学校のバレエの試合を見に来ている。今のスパイクすごかったね。僕もこんな風に決めてみたい。中学生になったら絶対にこのチームに入る。僕はそう心に誓った。俺はアントン。そして3年後。ほら太一、ちゃんと飛べ。全然ボールが防げてないじゃないか。すいません。3年前に見た試合に憧れて僕はこのバレー部に入部した。かつては全国大会上位の強豪校だったけど、ここ数年は全国大会に行っても1回戦止まり。それでも僕はこの3年間試合に1回も出たことないんだよな。身長がこんなに低いせいだな。はあ、ただいま。おお、帰ったか。遅くなってごめんね。今は手伝うから。部活で疲れてるのに悪いな。僕の家は高級料亭を営んでいる。僕も部活が終わると毎日手伝っていた。息子さんですか？そうです。太一はアントンさんに会うのは初めてだったな。お父さんとは前に仕事でお世話になってね。今日はご馳走してもらってるんだ。いつも父がお世話になってます。便利屋をしているというアントンさんは父さんと仲がいいらしく、楽しそうに料理を食べながらいろいろと話してくれた。そうだ太一、今度部活の友達を連れてくるといい。それは俺が腕を振るってやるよ。よかったな太一くん。そうですね。二人の言葉に僕は苦笑いを返すしかなかった。次の日。ねえ太一くん、来週バレーの試合なんでしょ？そうだよ。そいつはどうせベンチだぜ。だってまともにボールも打てないしな。そうだね。結局僕は3年間試合に出れないんだろうか。せめて1回ぐらいは試合に出てみたかったな。集まれ、今日はレギュラーを決めるために練習試合を行うぞ。気合い入れてけよ。ここでいいところを見せたら僕も試合に出れる。このチャンスを絶対に掴んでやる。練習試合が始まるとチームメイトたちは次々にいいプレーを見せていく。いいスパイクだ、これなら問題ないな。僕も頑張らないと。だが僕は張り切りすぎてスパイクを顔で受けてしまった。あいつ顔でスパイクを受けやがった。逆にできねえよあんなの。太一、お前鼻血が出てるじゃないか。今日は帰れ。わかりました。僕はチームメイトに笑われながら手当ても忘れて家に戻った。ただいま。おお太一、今日は早かったな。ってどうしたんだその話。父さんは僕の鼻血を流している姿に驚いていた。太一、お前誰かにやられたのか。違うよ、僕の不注意だよ。ならいいが、今日は手伝いはいいから休んでおけ。父さんに心配されながら僕は部屋に戻った。はあ、結局いいところ見せられなかったな。それどころか鼻血まで出すし最悪だ。あの先輩みたいにかっこよくレシーブを決めて活躍したかったな。なんでうまくいかないんだろう。僕は過去の先輩の試合を見ながら悔しさで泣いていた。そして始まった大会、チームは順調に勝ち進み決勝まで駒を進めていた。僕は1回戦目からずっとベンチにいて声出しなどでメンバーのサポートをしている。試合には出れないけどせめて役に立たなきゃ。同点か。メンバーチェンジ。ベンチに残っているのは僕を含めて数人の部員。僕も選ばれる可能性あるかな。大事な場面でついに初出場。僕はドキドキしながら監督の言葉を待った。だが頼んだぞ。はい、任せてください。よし、行ってこい。選ばれたのは僕じゃなかった。そうだよね。おー、よっしゃ、よくやったお前ら。最終的にチェンジメンバーがスパイクを決め、僕たちの学校が全国大会の出場権を得た。その帰り道、いやー、最後の俺のスパイク見たか。俺やっぱりエースなんだな。すごかったよ。その時、太一くん、アントンさん、どうしてここに。会場から出てきたアントンさんが駆け寄ってきた。たまたま試合を見ていたんだよ。優勝おめでとう。ありがとうございます。大地、誰だ。この人はアントンさん、父さんの知り合いだよ。そうだ、君たち打ち上げ会場は決まっているかい。太一くんのお父さんも来てくれって言ってたし、打ち上げは太一くん家の高級料亭でやったらどうだ。アントンさん、あんまり知られたくなかったんだけどな。太一の家が高級料亭。ダメだよ、うちなんて。みんなも僕の家より焼肉とかの方がいいよね。高級料亭ってことはうまいもんがたくさんあるんだよな。よし、今日の打ち上げ会場は太一の家だ。メンバーたちは完全に乗り気で、とてもではないが断れる雰囲気ではなかった。お願いだから断ってくれ。
僕はそう願いながら父さんに電話をしたんだけど。大地の学校が優勝、やったな。店は大丈夫だから連れてくるといい。かなり喜んでおり、心よく了承してくれた。大丈夫だってさ。よっしゃ、じゃあ荷物家に置いたら大地の家に集合な。分かったよ、後で僕の家の住所みんなに送るね。ああ頼んだぜ。家に帰ると嬉しそうに料理の仕込みをしている父さんの姿があった。見てみろ、祝い事だから豪勢にしてみたぞ。おお、すごい、どれもすごく美味しそう。お前のチームが優勝したんだ、これぐらいは当然だ。父さんはすごく嬉しそうで、みんなを呼んでよかったかなと少し思った。じゃあ早速運ぶのを手伝ってくれ。わかった、多分2時間後にはみんな来ると思うよ。僕は料理を運びながらみんなが来るのを待っていたけど、時間になっても誰一人店には来なかった。全然来ないな。多分みんな疲れてるからゆっくり来てるんじゃないかな、きっと。ならいいが。30分後。もう少し待ってみようよ。そして1時間後、誰も来ないな。うん。そしてようやく2時間後に連絡が来ると、僕は衝撃的なことを言われた。全然来ないけど、どうしたのさ。ああごめん、俺たち打ち上げはファミレスに変更したんだわ。え、だからお前んちキャンセルで。じゃあな。ちょっと大地、どうした。電話貸せ。そう言うと父さんは電話をかけ直した。なんだよ大地、しつこいな。お前は打ち上げ来なくても平気だろ、ベンチだし。じゃあな。父さん今すぐ全員連れてこい。また電話してみるよ。僕は全員に電話してみたが、誰も電話に出ない。ダメだ、もう誰も出ないや。なら明日でもいい、連れてこい、必ずだ。うん。次の日。ねえ、今日の夕方にうちの料亭に来てくれないか。ああ、なんでお前の家に行かないといけないんだよ。今回だけはお願い、お願いします、お願いします、お願い。怖えよ、分かったよ。チームメイトたちは初めて見る僕の慌て具合に驚いたのか、しぶしぶ了承してくれた。そして放課後、僕はチームメイト全員を料亭に連れてきた。何の用だよ、俺たち練習があるんですけど。ああ悪いね、私は大地の父親だよ。昨日の打ち上げのことでちょっと聞きたくてね。ああそれならちゃんとキャンセルって電話入れたじゃないですか。なのに文句言われてもしょうがないんですけど。確かに連絡はもらったね。でも当然来る時間に合わせて料理は作ってるんだ。2時間後にキャンセルと言われて、その料理はどうすればいいだろうか。さあ捨てればいいんじゃないですか。それ以上は何も言わない方が。あ、調子に乗り上がってガキどもが。え、なんだって、聞こえないな。あ、まずい。父さんはゆっくりと立ち上がった。料理を何だと思ってやがる。口悪いな、接客最悪でしたってネットに書き込んでやろうか。本当にそれ以上は。やれるもんならやってみろよ。そして父さんは料理服を脱いだ。料亭ダメんじゃねえぞ。え、父さんの上半身には入れ墨がびっしり入っていた。なんだよその入れ墨。おい、お前の父ちゃんって料理人だよ、元ヤクザのね。ヤクザだと。元ヤクザで組長だった父さん、母さんと恋に落ちて足を洗ったらしい。その後得意だった料理を生かして料亭を開業したそう。今じゃすっかり優しい父さんだったんだけど。おい、死亡者は誰だ。それは、おい、お前ら見るなよ。おお、どうやらお前らしいな。違います、俺じゃないです。俺の料理をコケにしやがって、どういう腹積もりだ。ごめんなさい大地、頼むから止めてくれ。さっき止めたよね、それ以上何も言わない方がいいって。けじめつけてもらわねえとな。けじめ手を前に出せ。手さっさと出さんかい。父さんは彼の手を無理やり机の上に置いた。助け覚悟はいいな。あれ、けじめだ、全部食べろ。この料理はお前たちの優勝をねぎらって俺が作ったんだ。お前たちには責任を持って全部食べてもらうからな。こうしてチームメイトたちは父さんに見守られながら必死に全部の料理を食べきった。もう食べれない。おう、うまかったか。うまかったです。お前たちは俺の料理だけでなく大地の気持ちも裏切ったんだ。大地はずっとお前たちが来るのを待ってたんだぞ。同じチームの仲間なんだ。いくら大地が試合に出ていなくても仲間は大切にしないといけないだろう。ああごめんなさい。父さん、
お前らも分かったな。これからはチームメイト同士仲良くするんだぞ。分かりました。こうしてチームメイトたちは反省して部活でも一緒に切磋琢磨するようになった。その後、僕が試合に。この3年間お前が必死に頑張ってきたことは分かってる。頼んだぞ。ありがとうございます。そして試合は最終局面となり同点を迎えていた。これが入れば勝ちだ。お願い。お、やった、僕たちの勝利だ。僕たちのチームは数年ぶりに全国大会の1回戦を突破した。よっしゃ、お前のことバカにしてたけどいいトスじゃねえか。これからもよろしくな。もちろんだよ。打ち上げは今度こそみんな揃って父さんの料亭で行った。よし、俺食って2回戦も頑張れよ。はい、見ててね父さん。おはよう。どうしたのその顔。いやちょっとね。うわー、助けてー。どうしてこんなことに。今朝僕は登校している時に蜂の大群に追いかけられたのだ。君、こっちに逃げるんだ。通りすがりの男の人に助けてもらってなんとか逃げ切れたけど、僕は顔中蜂に刺されてしまった。僕は宗隆、小学5年生。小さい頃からビビリで泣き虫とみんなに言われている。こんなんだから友達も少ないんだよな。昨日はずっとオンラインゲームしててさ、気がついたらもう深夜12時過ぎてたんだぜ。彼はヒサヤ、いつもクラスの中心にいて今日もまた友達と盛り上がっている。はあ、いいな、ヒサヤは友達がいっぱいいて。僕も友達とあんな風に盛り上がりたいな。盛り上がるヒサヤとその仲間たちを見つめていると幼馴染の姫香がやってきた。どうしたの？ぼーっとしちゃって。どうやったらヒサヤと友達になれるかな。どうしたのよ突然。ああやってみんなの輪の中心にいるのが羨ましいんだよね。そう？無理にあの中に入らなくてもいい気がするけど、宗隆には私がいるから大丈夫よ。うん。ねえ、今度の休みに映画見に行かない？私見たい映画があるの。へえ。週末僕と姫香は映画を見にやってきた。映画館の出入り口には上映中の映画のポスターがずらりと貼り出されていて。はぁ、これよこれ。姫香が指さしたポスターにはヤクザとファミリーと書いてあった。へえ、こんな映画がヒットしているのか。僕たちはこの映画を鑑賞することにした。その映画はヤクザ一家が題材になっていて、主人公は小学生ながらもヤクザとして父親と一緒にヤクザ稼業をしていくといったストーリーの映画だった。まあまあ面白かったね。うん。その帰り道、あれ、ブレーキが効かない。下り坂で僕の自転車のブレーキが突然効かなくなってしまったのだ。誰か助けて。まずい、このまま下っていくと車の多い道に飛び出してしまう。そして僕の不安が最高潮に達した。その時、大丈夫か。一人の警察官が僕の自転車に追いつき荷台を掴んで止めてくれた。死ぬかと思った。よかった。怪我がなくてよかったよ。すぐに親御さんに行って自転車を修理するんだぞ。止めてくれた警察官はにっこり笑って颯爽と言ってしまった。はい、あのおまわりさん、同じクラスの佐藤くんのお父さんよ。そうなんだ。翌日というわけで、昨日佐藤くんのお父さんに助けてもらったんだよ。ありがとう佐藤くん。へえ、佐藤くんのパパ警察官なんだ。すげえかっこいいな。僕の話を聞いてクラスのみんなが盛り上がっていると。ま、俺の父ちゃんはヤクザだけどな。へえ、マジかよ。すんげえ、ヤクザとファミリーみたいじゃん。今まで黙ってたけど実はそうなんだよ。明日は証拠を見せてやるよ。へえ、ヒサヤのお父さんってヤクザなんだ。次の日の朝、登校するとなんだか教室がざわついていた。ほーら、これ見ろよ、うちにある日本刀だぜ。ヒサヤが机の上に立って刀を振り回していたのだ。
大きくなったら腕にこんな入れ墨を入れる予定なんだぜ。俺の父ちゃんみたいにな。ちょっとそんな危ないもの学校に持ってきちゃダメじゃない。うるせえ女だな。いちいち俺に意見すんじゃねえよ。当たったら怪我するでしょ。やめなさい。教室の中はヒサヤを非難する女子たちの声と、キャーかっこいい、マジでヤクザって感じ、ヒサヤを生やし立てる男子たちの声でかなりうるさくなっていた。その時、こら何やってるんだ。騒ぎを聞きつけた担任の先生が入ってきて、ヒサヤが持ってきた模造刀を取り上げた。ヒサヤ、職員室へ来なさい。やっべえ。その後ヒサヤは先生にかなり叱られたようだ。まったく、腕に入れ墨の落書きまでして、今親御さんを呼んだからな、反省しなさい。数十分後、おお、どうしたんですか先生よ。父ちゃん、おもちゃの刀持ってったくらいでわざわざ親を呼び出すなんて、最近の学校は面倒なことをしますね。あ、はい、わざわざすみません。結局ヒサヤのお父さんの圧力に担任の先生はビビってしまい、ヒサヤはお咎めなしとなったのだった。へえ、本当にヒサヤの父ちゃんヤクザだったんだ。おっかねー、本当にヤクザだったんだ。それからヒサヤは自分のお父さんはヤクザだとことあるごとに自慢するようになり、俺の言うことを聞かないと父ちゃんが黙ってないぞ。自分の分だけ給食を多く盛り付けさせたり、宿題をやらせたりとやりたい放題だった。そんなある日、来週の授業参観の課題だが、僕、私のお父さんお母さんというテーマで作文を書いて発表してもらう。父の日も近いからお父さんメインの方がいいかな。お父さんか。僕のお父さんのことを書いたらみんなどう思うかな。僕は自分のお父さんのことを書くのがちょっと心配だった。おい宗隆、何？来週までの作文俺たちの分も書いてこいよ。だって君たちのお父さんのことなんて知らないし。いいんだよ適当で、参観日に発表できてなんだっていいんだよ。じゃあ作文を書いてくれば僕を仲間にしてくれる？友達になってくれる？僕はヒサヤと友達になりたい一心で聞いてみた。仲間？ああ、書いてくれば俺の子分にしてやるよ。やった、絶対だよ。そしてその日の夜から僕は作業に取り掛かり、4人分の作文を頑張って書き進めた。これを完成させればヒサヤと友達になれる。そして授業参観日当日、やばい遅刻する。夕べ遅くまで作文を仕上げていたせいで僕は寝坊してしまった。あ、君、この間蜂に追われていた子じゃないか。学校に行く途中、この間蜂の大群から助けてくれた人にばったり出会った。便利屋をしているアントンさんという人だ。あの時のこの間は助けていただいて本当にありがとうございました。僕が勢いよくお辞儀をすると、ランドセルの蓋が開いていたらしく、お辞儀をした表紙に教科書やノートが地面に散らばってしまった。あ、さらに運の悪いことに、せっかく何日もかけて作った作文用紙が次々と風に乗って飛んでいってしまったのだ。あ、作文が大変だ。しかも橋の下は川。僕のこの数日間の努力は文字通り水に流されてしまったのだった。学校に到着するとすぐに僕はヒサヤたちに謝った。ごめん、書いてきた作文を川に落としちゃって。嘘だろ、結局お前書いてなかったんだろ。もっとうまい嘘つけよな。お前絶対に俺らの子分にはしねえからな。ちょっと、作文は自分で書くものよ。それを無理やり頼んでおいて、そんな言い方ないわよ。姫子がかばってくれたけど、3人は全く聞く耳を持たず、行こうぜ。そう言ってヒサヤは2人を引き連れて行ってしまった。せっかく友達になれると思ったのにな。あんなのと友達になる必要なんてないわよ。そして今日は授業参観の日だ。午後になり、みんなのお父さんやお母さんがゾロゾロと教室に入ってきた。あ、来た、俺の父ちゃん。よう、
いつも通りかっこいいだろう。ほんとだ、さすが本物のヤクザは違うな。映画の中のヤクザより迫力あるよな。僕は勇気を出してキサヤに話しかけてみた。ねえ、今日僕のパパも来るんだ。キサヤのお父さん、僕のお父さんと仲良くしてくれないかな。なんでお前の父ちゃんと仲良くなんかしなくちゃいけないんだよ。それは。はい、授業を始めるぞ。先生が入ってきたせいで話が途中で終わってしまった。お父さんどうしたんだろう。来るって言ってたのに遅いな。では順番に作文を発表していってもらいます。みんなは書いてきた自分の作文を次々に発表していった。持ってくるのを忘れました。僕が作文を落としてしまったばっかりに、ひさやたちは発表できる作文がなく、先生に叱られることになってしまった。お前たち一週間もあったんだからちゃんと これから気をつけなさい。そしてその時、パパ、あ、アントンさん。宗隆くん、大切なもののようだったからね、拾って持ってきたんだ。ありがとうございます。よかった。アントンさんは僕が川に流してしまった作文をわざわざ拾ってドライヤーで乾かして持ってきてくれたのだ。はい、これで読めるね。僕は笑顔で3人に作文を手渡した。なんで宗隆がひさやたちの作文を持っているんだ。あ、ひさやたち自分で書くのが面倒だからって宗隆に作文を押し付けたんです。なんだと、自分の宿題は自分でするのが当然だろう。3人はまた先生に怒られてしまった。だけど、おい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 、はい、作文の一つや二つで文句言うんじゃねえよ。授業参観でうちの息子に恥かかせやがって。ひさやのお父さんが突然大声を出して怒り始めて、教室の中はシーンと静まり返ってしまった。先生だかなんだか知らねえが、威張ってんじゃねえぞ。おいこら、おいおい、ちょっとあんた。ちょうどその時、教室の戸が再び開いた。遅れてすみません、宗隆の父です。パパ、ひさや、ひさやのお父さんもヤクザなんでしょ。うちのパパもヤクザなんだ、だから仲良くしてって言ったんだよ。ああ。なぜかひさやのお父さんは僕のお父さんを見て汗をダラダラかいていた。え、お前先月も取り立てから逃げやがって。組長、こいつは。そうか、組長って。どうしてここに。お前と同じだ、息子の授業参観に来てんだよ。どうやらひさやのお父さんは僕のお父さんの事務所から借金をしているようで、もともと顔見知りだったみたいだ。なんだ、ヤクザ同士もうお友達だったんだね。僕ひさやと友達になりたくて、ひさやの分の作文を書けば子分にしてくれるって言うから一生懸命書いたんだよ。てめえ、ボンに何させてやがんだ。まあ待て、こいつの親父はヤクザじゃねえ、俺たちの真似をしているただのチンピラってやつだ。え、父ちゃんヤクザじゃなかったの？偽物だったの？俺信じてたのに。すまんひさや。ひさやのお父さんは青い顔のままひさやに謝った。だけどひさやは怒りが収まらないみたいで、こんな弱いやつ俺の親でもなんでもない、もう家から出てけよ、顔も見たくない、畜生畜生。おい坊主、お前の父ちゃんは嘘をついてしまったかもしれねえ、でもなお前にとっちゃたった一人の父親だ、だからそんなひどいことは言っちゃいけねえ、わかるよな。はい。この授業参観の後からひさやの態度が変わった。あれ以来ひさやは僕に優しくなったのだ。子分にしてください。子分じゃなくて僕は友達になりたいだけなんだよ。よかったわね宗隆。子分じゃなくて友達になってもらうにはどうすればいいんだろう。僕の悩みはまだまだ尽きないのであった。ごめんなさい、許して。あ、何言ってんのかわからないね。なんでもうちの島で変な薬ばらまいてるんだって。すみません、もう許してください。俺だってやりたかねえよこんなこと。でもさ、しょうがないよね、君が悪いんだから。おい、やれ。許してください、許して。ダメです。
私の名前は三つるぎ千穂、小学4年生。パパが頑張って家を新築してくれたおかげで、去年からすごく綺麗な一軒家に住んでいる。捕まえた捕まっちゃった。ねえパパ、今度は肩車して。いいぞ。わー高い。次はあっち。もう千穂、その辺にしておきなさい。パパは明日も仕事なんだから。もう少しだけだから私たちはパパとママとベスの4人家族で、近所でも有名な仲良し家族だ。やっぱり念願のマイホームはいいな。そうね、千穂も走り回れて嬉しそうだし。頑張って家を建てた甲斐があったよ。パパ、念願のマイホームを建てることができてすごく嬉しそう。私たちはこんな風に毎日楽しく生活していた。だけどある日。だーか、あー、やっと着いたか。私お尻痛くなっちゃった。へえ、いいところじゃん。隣の家にヤクザさんが引っ越してきたのだ。おい、さっさと荷物下ろせよ。はい、すぐやります。引っ越し屋さんにあんな態度取るなんて。ねえあなた、隣に越してきた人ちょっと怖そうね。ああ、でも案外ああいう人がいい人だったりするんだよ。そうかな。さっさとしろよ。はい。私たちは新しくやってきたお隣さんに少し不安を感じていた。ちょっと挨拶に行ってみようか。でもこれからはお隣さんなんだし、挨拶しないわけにはいかないだろ。ちょっと、それ割れ物なんだから気をつけてよね。すみません。どうもこんにちは。あ、おい、勝手に俺の敷地に足を踏み入れるな。私たちは隣の家のもので、今日は挨拶をしに来たんですが。いらん、帰れよ。帰れ。私たちはそのまま追い出されてしまった。まあ二ほどきの最中だ。忙しいだろうし、ちょっとタイミングが悪かったのかもな。そうね、また日を改めていきましょう。あの子も犬を飼っていたから、ベスも友達ができるかもね。うん。その夜。なんだ。お隣の家からだわ。見ると隣の家のヤクザさんたちが自分の家の庭でバーベキューをしていたのだ。辺りには爆音で音楽が流れており、ヤクザさんの知り合いもたくさん呼んでいるようだった。そしてついには花火までやり始めた。すごく迷惑だったけど、私たちと同じように近所の人たちも怖がって誰も注意できなかったようだ。まあ引っ越し祝いで今日だけだろうし、多めに見よう。明日からは静かになるさ。翌日。みんな、今日から新しいお友達を紹介するわね。あ、隣に引っ越してきた子だ。あ、お前昨日俺の家に来たやつ。同じクラスならお前俺の子分な。ちほちゃんってあの子と仲がいいのかな。子分って言ってたし。そんなわけないじゃない。クラスメイトたちに誤解され、私はとても嫌な気持ちになった。それからというもの。あ、それベスのおもちゃだよ。リッキー、いい子だな。他にもリッキーにベスを執拗に追い回させたりして、嫌がらせを受けることが多くなっていた。さらに。お邪魔するわね。ちょっと。ねえ、この家はお茶菓子も出ないの？客に言わせるなんて気の利かない家ね。すみません。お隣のおばさんがうちに押しかけてきて、一方的に世間話をして帰っていくようになった。そしてまたか。寝れないよ。お隣さんは毎晩のようにバーベキューをするようになり、私たちは夜熟睡することができず参っていた。そんなある日、パパが仕事で出張に行くことになった。悪いな、どうしても行かなくちゃいけなくて。でもまたお隣さんが来たらどうしましょう。何かあったりしたら。その時はイルスを使うんだ。それでもどうしようもなくなったら警察を呼ぶんだよ。いいね。わかった。こうしてパパは不安な私たちを残して出張に行ってしまった。翌日。ちょっと、いないの？千穂、今家から出ちゃダメよ。うん。日中隣のおばさんが訪ねてきたけど、私とママはいないふりをした。
家から出てきた様子もないし、あの親子イルス使ってるわね。私をバカにしたらどうなるか分からせてやらないと。その夜ちょっと人の家の庭で何やってるんですか。あーやっと出てきた。おたく、せっかくうちの妻が訪ねていったのにイルスを使ったそうじゃねえの。それは驚いたことに、お隣のヤクザさんは私たちの家の庭で勝手にバーベキューを始めていたのだ。やめてください。うちの家族に盾ついたらどうなるか分からせてやるよ。昨日のバーベキューの片付けがまだなのよ。代わりに片付けてくれるんならやめてあげてもいいけど。そんな、なんで私が片付けないといけないのよ。私たちが呆然としているとヤクザさんたちはうちの庭で花火までやり始めた。お、窓に当たったから100点だな。次は僕がやる。もうやめて。近所の人が警察に通報してくれたけど、警察もお手上げの状態だ。彼らを止めてください。そう言われましても。私たちではどうしようもできず、ママはお父さんに電話をかけたけど出ないわ。ママ、こうなったら朝まで我慢するしかないわね。だけどお隣のヤクザさんたちは翌日も朝からうちの庭でバーベキューをして騒いでいた。そしてその夜。ただいま。さこんばんは。勝手にやらせてもらってます。そうですか。ママはパパに事情を説明した。わかった、パパが行ってみるよ。二人は家の中にいなさい。そろそろバーベキューの方お開きにしてもらえませんかね。一応私たちの敷地ですので。はあ、うるせえ。ここはもう俺の敷地ってことでいいだろなあ。もしかしてお前嫁さんに言われて文句言いに来たのか。尻に敷かれてんな。しかだね、俺が余計なこと言うんじゃねえって嫁さんにガツンと言ってやるよ。おい、お前ら旦那に余計なこと言うんじゃねえ。いいか、今からここは俺の敷地だ。わかったか。二度と文句言うなよ。あのふぬけな旦那にもそう伝えておけ。助けてパパ。その時、お前ら相手見て物言えよ。何言ってんだてめえ。あんたこそ俺がヤクザって知ってて言ってんの。へえ、奇遇だな。俺もなんだよ。こいつは傑作だ。なったりかもしたこと一生後悔させてやるよ。おい、やれお前ら。そう言うとお隣のヤクザさんは仲間を家にあげて家のものを次々に破壊し始めた。あなた。おい、警察なんて今さら呼んでも無駄だぞ。あ、頼んだ。パパが電話すると家の周りに黒塗りの車が次々と集まってきて。なんだどうなってる。何よこれ。地方連れて行ってくれるか。分かったわ。私はママと家の外に出た。お前一体何者だ。そういえば自己紹介がまだだったな。俺はドーマニ組の三剣剣、知ってるか。ドーマニ組。ドーマニ組、何よそれ。バカ、ドーマニ組って言ったらここいらで一番勢力のでかいヤクザだぞ。幼稚園から学校、会社に至るまでドーマニ組の息がかかってないところはないという。よく知ってんじゃねえか。こっちがおとなしくしてりゃ調子に乗ってよ。お前らは俺だけでなく俺の家族にまで手を出しやがった。しかもこんなに派手に物を壊しやがって。それは許して。ダメです、やれ。数分後。すみませんでした。次は命ないから覚えといてね。あなた、パパ。悪かったな、パパがいない間に怖い思いをさせちまって。もう大丈夫だからな。その後お隣のヤクザは弱小事務所だったらしく、組事務所ごと壊滅したという噂を聞いた。そして町内会長を務めるパパの働きによって、お隣には回覧板すら回らなくなり、すっかり近所から孤立してしまった。嘘、なんで俺がこんな目に。お、
お隣さん、おはようございます。今日もいい天気ですね。おはようございます。おはようございますその後、隣の家族はすぐに引っ越していった。エミリー、次はこれを運んでくれ。わかりました。あれ、ケンさんじゃないですか。アントンさん、こんにちは。うちの仲間がいろいろ嫌なことをされたみたいだったので、正直スカッとしていますよ。ありがとうございます。何があったのかわからないけれど、こうして私たちは再び平穏な生活を取り戻したのだった。そういえばパパって何のお仕事してるんだろう。おいおい、言うこと聞かないと後悔するよ。やめてください。はぁ、てめえふざけてって怪我すんぞ。ビビって震えてるよ。あ、君はぁ、ヤクザ。俺の島でやんちゃしてっと消すぞ。わぁ、ったく、いつも付き合わせちまってすまねえな、アントンさん。いいんですよ、いつでも言ってください。運転は得意なんでね。俺は柚月ゆうき、嫁の鈴鹿と娘の由美と3人で暮らしている。あ、鈴鹿、ただいま。結婚して10年、鈴鹿は最近めっきり冷たくなってしまった。昔はこんなんじゃなかったんだがな。いや、困っちゃったよ。残業が多くてさ、なかなか早く帰れなくて、愚痴をこぼしてみてもテレビに夢中か。おお、ユミ、ただいま。ほら、お土産を買ってきたぞ。ケーキだ。いらない。そうか、こんな感じで娘のユミも俺に冷たかった。まだ洗い物終わってなかったの？それ終わったら洗濯物もやっといてね。ああ。ママ、次ママの番だよ。私は柚月ユミ、小学4年生。パパとママと3人暮らしをしている。ママとはとっても仲良しで、いつも2人でゲームして遊んでる。だけどパパは何だか冴えないおじさんって感じで大嫌いなんだ。翌日、じゃあそろそろ行ってくるよ。なあ、お前もそろそろ働いたらどうだ。ずっと家にいて退屈だろう。パートでも何でもさ。はあ、私に働けですって？それでも旦那なの？いやいや、じゃあ働かないならさ、少しくらい家事を手伝ってくれたって。家族を守って楽させる、それが男の務めってもんでしょ。もう二度と変なこと言わないでちょうだい。妻は怒って去ってしまった。その後。あ、はい。あなた今どこにいるのよ。すまん、ちょっと仕事が入ってな。はい、わかりました。呼び出しを受け、俺は急いで家に帰ったのだが、すでにユミの友達とその父親が遊びに来ていた。ただいま。やっぱりイケメン。うちもこんなパパが良かった。ねえ、全然違うよね。あ、いや僕も手伝いますよ。ありがとうございます。いや、しかし柚月さんの奥さん、お綺麗ですね。ユミちゃんも可愛らしいですし。ありがとうございます。実は僕、昨年離婚しましてね。寂しいもんですよ。だけど奥さん、あの調子だと僕が言い寄れば一発だろうな。この際僕がもらっちゃおうかな、なんて。え、帰るぞ、香里。どうしたのよ、いきなり。いいから早く、もうこの家には近づくな。なんだろう、急に帰っちゃった。何かあったのかしら。残念。そうだ、俺もたまには一緒にゲームでもやろうかな、なんて。まだ洗い物が終わってないでしょ。さっさと終わらせてよね。はい、その時だった。うっ、俺は突然胸が締め付けられるような激しい痛みを覚えた。うっ、これは、助けて。一刻も早く病院に行かなければ。おそらくこれは心筋梗塞だ。俺は以前も心臓が原因で病院に運ばれたことがあった。だが、そこ行くのよ。二人はゲームに夢中で、俺の言葉に全く気づかない。苦しい。救急車を呼んでくれ。頼む。お願いだ。気づいてくれ。ん？何やってんの？
やっと妻が俺の状態に気づいたのだが、心臓が、救急車を。今いいところだから後にしてくれる？救急車呼びたかったら自分で呼んでよね。妻はこんな状態の俺を一別するとゲームを再開した。そんな。だが一刻を争う事態、俺は最終手段に出た。腕時計の調節ネジ、それが緊急用の呼び出しボタンになっていたのだ。私とママがゲームをしていると突然家のインターホンが鳴った。何？いたずら？一体何かしら。そしてその時、床に転がっているパパが目に入った。まだそこにいたの？自分で救急車呼ばなかったの？次の瞬間、窓を破ってたくさんの怖いおじさんたちが家に入ってきた。早く玄関開けくれ。おい、開けたくねんで。そして玄関からも、若どこで。怖いよ。なんなのよあなたたち。あ、いたぞ、倒れてる。若、どうしたんですか。心臓が心筋梗塞だ。早く病院に運べ。はい、俺が行きますよ。アントンさん、すまねえな。あいたな、なんでこんなになるまで放っておいたんだ。いや、ちょっとゲームに夢中で。はぁ、あ、てんむ、なにふざけたこと脱がしてやがる。あなたたちはどちら様で。俺たちな、赤染め組のヤクザなんで。若に何かあった時にすぐに飛んでいくための緊急ボタンがあったな。若若って、さっきから何を言ってるのよ。あの人は普通のサラリーマンで。ちげえ、おめえの旦那は赤染め組の幹部なんだよ。なんとパパはヤクザだったのだ。そしてヤクザさんは急に泣き出した。俺たちはな、俺たちはみんなあの人が拾ってくれたおかげで今こうやって生きることができてる。そんな人間ばっかりなんだよ。本当は今すぐにでも病院に駆けつけてところなんだが、ちょっと気になったことがあってよ。詳しく聞きてんだが。ヤクザさんたちはママと私のパパに対する接し方が気になっているようだった。怪盗には気をつけろよ。若の嫁だからって容赦しねえぞ。その後、ママはヤクザさんたちから普段のことを洗いざらい聞かれた。あの人はな、本当に家族を、あんたたちを愛してんだ。いつもいつも家族の話ばかりしやがる。お前らも早く家族を持てよ。家族っていいもんだぞ。ほう、この前もユミが誕生日にな。なんかその話も何回目ですか。あり、あり。だけど本職のヤクザだ。お前たちに迷惑をかけねえようにずっと自分がヤクザだってことを黙ってたんだ。そんな、結婚して10年よ。今までずっと嘘をついてたなんて信じられない。ママ怖いよ。それなのにそんなわけの気持ちも知らねえで、赤が死にそうな時にゲームしてましたで。ごめんなさい。謝るのは俺にじゃねえだろうが。はい。それからもママはヤクザさんたちに説教され続けた。そして、何？ヤクザさんは電話に出るとすごくショックを受けた顔をした。わかった、行くぞお前ら、病院だ。何よ、何があったのよ。まさかあの人が。泣くんじゃねえよ。よかった、よかった。俺は病院の早急な処置で一命を取り留めたのだった。悪かったな、みんな心配をかけた。それと鈴鹿とユミ、すまなかった。今まで嘘をついていたんだ。俺は普通のサラリーマンではなくヤクザだ。そう、俺はずっと身分を偽って生活をしていた。真実を知ればきっとお前たちが俺から離れてしまうだろうと思ったんだ。それでずっと隠していた。いろんな人に迷惑をかけながらな、そこのアントンさんにも運転手として世話になった。だがこれでバレてしまった。悪いのは俺だ。離婚にも応じる。本当に申し訳ない。俺は頭を下げた。もうこれで家族も終わりだ。すると、離婚なんてしないわ。あ、ヤクザさんたちに怒られて思い出したの、昔の気持ちをね。
私は今まであなたの優しさに甘えていたわ。あなたがヤクザだって構わない。もう一度やり直させてほしいの。お父さん、私もごめんなさい。反省したわ。お前らやっぱり家族っていいもんだ。俺は改めてそう思ったのだった。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。